オーケーの揚げたこ焼き食べてみた。価格は税抜き239円。税込みだと約258円程度。食べた感想。ソースが染み込んでいてたこ焼きな感じは弱い。かつお節も乗っているのですけど結構細かい。衣部分の味はうまくはない。タコのサイズは波か小さめ。部位と大きさは結構物によって大きく異なる。8個入りで食べ応えはあるのですけど。うまくはないのがネックかな。ローソンストアで購入した揚げたこ焼きみたいにソースは後掛けの方が劣化しにくい気がしたことは残念点。1個あたりの炭水化物 5.9g、タンパク質 1.2g。8個入りなので全体では炭水化物 47.2g、タンパク質 9.6g。糖質制限中には粉物も厳禁かな。